こう。こんにちは。何か用かな。会いたかったよ、ママ。あずさ様。ママ、大丈夫？どなたがいらっしゃったんですか？アルファです。ママに会いに行きました。あずさ様にお子様が。いや、いないから。この子の勘違いだから。そうですよね。300年も生きてれば隠し子の一人や二人。あずさ様には多くのことを学ばせていただけます。そんなこと学ばなくていいから。ここで暮らしなよ。え？部屋もたくさんあるし、それに親と子供が一緒に住むのは当然のことでしょ。うん、あれば、ママと一緒に住みたいね、シェルちゃん。高原の魔女。そういう呼び方じゃなくて、家族っぽいのがいいな。母さん、シェルちゃんも一緒に住む。じゃあ、決まりだね。二人とも口に合わなかった？ママ、セロリも食べないとダメ？シャルシャもセロリ苦手。じゃあそれを食べたら後でシフォンケーキを食べてもいいよ。はっ、うん、よしよし、好き嫌いせずに食べるんだよ。あれ、ライカもセロリ残してない？実は、我の一族にはセロリを食べてはいけないという掟がありまして。ライカ、師匠に嘘をつくのはダメだよ。申し訳ありません。食べます。セロリってなんでこんな味なんでしょうか。えらいえらい。